B コース C コースで使用される関東鉄道所属者三菱ふそうエアロミティ ME 街づくり活性化バスキララちゃんは茨城県土浦市において特定非営利活動法人街づくり活性化土浦が実施している路線定期運行の乗り合いコミュニティバスタクシーである2005年3月1日から約2年間の予定で運行開始その後2007年4月1日より 本格運行に移行した古くからの商業都市である土浦の地域商業活性化を目的とし中心市街地内の海遊性を想定して運行している乗り合いタクシー路線と小型バスによる路線がある運行開始後も中心部商業の衰退傾向は変わらず周辺部の住宅地と駅の間で利用している旅客が多いため本格運行に再始需要に合わせて バスとタクシーの車両を入れ替えた。商業活性化の目的は1997年の一時期に土浦商工会議所が実施していた無料買い物バスと共通する。無料買い物バスは当初の予想の場合の利用があったものの集客に結びつかなかったとの意見も出ていた。バスの外装に描かれているキャラクターは土浦キララ祭りのイメージキャラクターとして誕生したキララちゃん。 活性化バスのキャラクターにも採用され、2009年にはゆるキャラとして着ぐるみが作られている。受託事業者は関東鉄道。以前は A コースは土浦地区タクシー共同組合が受託していた。2007年4月から9月の乗車人数は7万1343人。全コースとも均一運賃となっている。現金、地域通貨キララまたは、 専用回数券による支払いのみ、2015年9月23日までは、運賃100円であった、乗車券類、編集関東鉄道の路線バス回数乗車券では、利用できない、地域通貨キララ、編集、キララちゃんを乗車して、地元共産店舗で、一定額以上買い物をすると、地域通貨、キララがもらえる商業活性化策がある。 キララちゃん社内で発行される当日乗車証明券を持って共産店舗などにて1回1000円以上の買い物をすれば100キララが配布される。100キララはキララちゃん1回分の運賃に充当できる。また、地域通貨、キララを100キララ10枚1組1000円で NPO 法人まちづくり活性化バス土浦事務局にて購入することもできる。地域通貨、キララには 有効期限がある。A コースで使用される関東鉄道所属者ここでは、主要停留所のみ掲載する、系統別に記載する。なお全停留所については、外部リンクの節を参照のこと、土浦市街と隣接する、真鍋地区南部を循環する、中心部周辺型路線、沿線の病院、市民会館付近は、一般路線バス便の方が多い、本格運行で、 バスからタクシーに交代し、霞ヶ浦循環に代わり土浦後方面も循環するようになるとともに土浦地区タクシー共同組合に運行委託した。2018年現在は小型バスにより運行している土浦市街と隣接する高津地区北部を循環する。沿線は中心部または中心部に近いところであるが住宅も多い地域を含んでいる。沿線の病院は 関東鉄道の一般路線バス便の方が多い。試験運行当時から利用が多く、一貫して関東鉄道に委託する小型バスによる運行系統である。土浦市街と南方郊外の新興住宅地及び国民宿舎がある霞ヶ浦総合公園を循環する。大和田団地をはじめ新興住宅街と行楽地を経由することから試験運行当時より利用が多く。 タクシー一台ではさばききれないために大運行となったこともあったが本格運行に再始市民会館循環と入れ替える形で小型バスに移行した一般路線バスと競合しないか利便性の高い地区が多い関東鉄道に運行委託する A コースで使用されていた車両日産キャラバンちづくり活性化バス土浦に関するカテゴリーありがとうございます